どうもしゅんです。こんにちは。理系学生向けの就活サービスラボベースを運営されている株式会社ポルさんに今日はお邪魔しています。ポル代表のカモです。ポルのハッタリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の方の就活イベントとか LINE アットとか、ラボベースさんの、LINE アットとかいろんな方面で理系学生の就活の悩みを集めてきたんですけども、それが今日、それを今日は僕が代わりにお二人に聞くという形で、動画を進めさせていただこうと思います。でですね、最後に、ラボベースさんのサービス紹介みたいなところもお聞きできたらいいなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸×で答えていただこうと思います。丸だけすごい急な即席で作らせていただきました。すみません、記者の、ノープフラッシュ、ノープの最後もまず一つ目の質問なんですけど、名古屋大学3年工学部男性からの質問です。研究が忙しいのでインターンに行く時間がありません。行かなくてもいいですかという質問なんですけども、お二人せーのでお願いします。はい、せーの。一応バツ寄りの三角っていうので、バツ売りの三角。バツ売りの三角。なるほど。じゃあインターンに、まあ、研究が忙しくても行った方が絶対いいっていうことですかね。そうです。行った方がいいなと思っていて、でただ行き過ぎてこう研究がおろそかになっちゃったりとか、はい、まあ、学業がおろそかになるとこう本末転倒だなっていうところで、はい、ちゃんと、まあ、行くところを絞ってとか、はい、あとは一定の数に抑えるだったりとか、そういった範囲内においては行った方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。長期インターンは現実的にできないっていう場合も、短期とかマンデーとかで絶対行った方がいいみたいな。そうですね、できればですね。で、まあ、インターンにもよるなと思ってまして、はい、で、まあ、本当にこう会社説明会だけみたいな、まあ、本当にこう、まあ、ネットで調べたら出てくるやんぐらいの情報しか得られないインターンもあれば、はい、結構こう、まあ、本当にその会社で実際に社員さんがどういう仕事をしているのかっていうのをこう、まあ、深く学べるような機会もあったりとかするので、はい、まあ、そこはこう、まあ、そのインターンによるなとは思ってますと、はい、で僕が行った方がいいなっていうふうに思ってるのは、はい、まあ、大きく3つ理由ありまして、はい、まあ、1つ目は自分のこうキャリアについてこう深く考える機会になるというのがありますと。でどういうことかっていうと、実際、まあ、本当に会社のことを知らなかったりとか、あとその人事の方とか会社の現場の方と話す前に自分どういう会社行きたいかなって思って考えても、なんかあんま分かんないと思うんですけど、本当そうですよね。一回こう聞いてみると、あ、これなんかめっちゃ面白いと思うなとか、なんかここ働いててみたいなと思うなとか、あるいは逆にここあんまり自分向いてないかもっていう、こう自分のこう、まあ、自分がどういうものにワクワクするかとか向いてるかっていうのがよりこう分かる、まあ、機会が増えるので、より深く自分のキャリア感を知ることにつながるっていうのが一つ目の理由ですね。で、まあ、二つ目は実際それがこう研究にも活かせる可能性があるなと思ってまして、ここそらそのやっぱり理系学生で研究を生かしてその就職したいっていう方とかだと、はい、実際その企業の研究員の方と話すときに、企業だと研究、企業の大学、企業での研究と大学での研究ってこう違うんだだったりとか、はい、あとはその産業界とか社会においてこういう研究こういうふうに活かせるんだみたいな、その視野が広がることにもなるので、その後、まあ、就活とかインターンとか終わって、その後こう研究室で研究するときとかも、より研究に生きるんじゃないかなっていうのが、ただまあ、はい、行き過ぎて研究大阪になると本末転倒なので。そうですよね、そこの塩梅が難しいですよ ね。僕はあんまり理系、もう経済学類なので、うん、学部なのでめちゃくちゃ楽なんですよね、うん、なので YouTube とかもフルコミットできるんですけど、うん、理系は大変だなってめちゃくちゃ思いますよ、ね、友達とか見てて。実際にその、まあ、僕がそのラボベースでサービス作ったのも、その僕の理系の先輩が研究忙しすぎて、本当に月曜から土曜の朝から晩までもうほぼ研究室にいないといけないみたいな事実上、はい、ところで、まあ、就活とか、まあ、できるわけもなくて、はい、まあ、それで結構こう推薦とか、まあ、OB の紹介とかで適当に決めようとしてたんで、本当そうですね、すごいそのもったいないなと思って、うん、なんでおっしゃる通りその理系学生のこう研究と就活どう両立するかみたいな課題は結構大きな課題だなと思って、はい、なるほど。じゃあ困っている理系学生はラボベースを使えばいいっていう、そうですね、のために作ったんで僕も理系学生なんでね。東北大学2年男性からの質問です、うん、大学院へ進学するかそのまま就活するか迷っています、うん、大学院への進学を考えながら就活するのってどうですか、うん、という質問なんですけども、うん、お二人の回答をお願いします、はい、じゃあせーの。おー、丸なんですね、それは。じゃあ迷っても、進学を考えながら就活するのもありっていうことで。そうですね、それはどうしてですか。やっ
っぱりちょっと先ほどの1個目の質問の回答とちょっと近いんですけど、はい、やっぱりこう一定ちょっと 就活とか企業の話聞いたりとかしないと、まあ、そっちに本当に自分が進みたいのかどうかとかって分かんないと思いますし、うん、逆に研究も一定こう、まあ、例えば修士とか学部とか研究室入って、まあ、一定研究を本気で頑張っとかないと、はい、自分がその道向いてるのかどうかも分かんないなと。なんで最初から自分はこっち自分はこっちって決めちゃって早い段階で決めるっていうよりも分からない場合は、まあ、両方選択肢残しながら進めていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってますね、うん、なるほど。でどっちかに振り切らなくてもいいっていう。そうですね。一番良くないのは、うん、結局なんとなく大学院に行くとか、うん、多いですよね。めちゃくちゃ多いですよね。そうなんですかなって思っていて、自分もそういう自覚があるので、多分そういう研究に対しても就活しとけばよかったかなとかっていうのが何回もよぎることになってしまう、うん、でも就活もがっつりしなくてもライトにできるかなと思ってます、うん、迷ったらやっておくといいのかなっていうのは、うん、確かにライトのインターンがっつり長期インターンじゃなくてもワンデーのやつとか、うん、それこそ就活サービスを触ってみるだけでもいいかなっていう、うん、話聞きに行ってみるみたいな、うんうんうん、これもしそのまま例えばアカデミアに残って、まあ、出社稼いでやっていきますっていうような形だとしても、結局そういう道を選ぶにしても一回その企業さんの話聞いといたりとかするのはすごい生きるなと思っていて、まあ、研究者の方とかでもやっぱりこう企業でどういう研究の考え方してるのかとかっていうのはもっと早めに知りたかったっていう方結構多いので、そういった意味でもその就活ってものをこう単純に就職先選ぶとか合格するためのものじゃなくて、そういうこう自分のキャリア感について深めるとか社会のことを知るっていう機会も使えるんじゃないかなと思いますね。確かに。じゃあ早めからとにかく軽く始めるっていうことが大事っていう。うん。わかりました。ありがとうございます。大阪大学男性の方からの質問です。自己 PR のことに関してなんですけど、研究内容のことを自己 PR の中に入れようと思ってるんですけど、研究内容を詳しく話せば印象が良くなりますかっていう質問なんですけ ど、 なるほど、それに対しての、お答えをお二人からよろしくお願いします。じゃあせーの、せーの、バツで、はいですね。それはどうしてですか？そうですね、ここは本当にこうケースによるなと思ってまして、はい、その相手ですね、その誰に対して話すのか次第だなと思ってます。で例えばその研究のこと全然わかんないような文系の人事の方に話す場合とかはあんまりこう研究の細かいこと言ってもちんぷんかんぷんなので、うん、やっぱりそういう時にはその例えばその研究が社会でこういうふうに使われるとか、はい、意義がある研究なんですよってこうちょっと意義から話してあげるだったりとか、あるいはその研究自体のアピールじゃなくてするんじゃなくて、研究活動を通して例えばその実験とかでこう仮説を立てて検証していくっていうのを、まあ、自分で回す力を身につけましたとか、ちょっとこう研究のところから1個レイヤーをもし抽象的なスキルのところに落としてそこでアピールするみたいな形の方が、例えば文系の方とかあと理系の方でも研究違 う、 こう研究領域の方とかに話すときにはいいかなと。なるほど。逆に例えば自分の研究内容分野ドンピシャ の、はい、企業の研究職の方とかと話すときとかは、はい、まあ、もうどんどんこう深い研究の話をした方が多分盛り上がると思うので、ケースバイケースなんですね。そうですね。なので全てのケース面談とか場合の全ての場においてその研究のことを深く話さない方がいいっていうわけではなくて、その、まあ、相手がどういったバックグラウンドなのかとか その、まあ、そういったこう TPO じゃないですけど、はい、っていうのを見極めてそのどの程度研究について具体で触れるかっていうのを決めるのがいいんじゃないかなというのが回答です。なるほど、まあ、確かにそうですよね。研究なんか一般的な学生は僕も含めてなんですけど、うん、自己 PR することがないっていう、うん、特に学生時代頑張ったことがないっていう学生はやっぱ研究が一つのなんていうんですかね、いいネタだと思うんですよね、うん、そういった時にどういうふうに言えばいいのかっていうのは一つ結構課題だと思うので、うん、今の回答はすごく心に響きました、ね、ありがとうございます。服部さんからは何かありますか？そうですね、自己 PR 書くことないみたいなのがあって、はい、研究をやっぱり頑張ってる学生さんほどそうだと思うんですけど、はい、研究に触れてもいいと思うんですけど、はい、中身というよりはさっき言ったようにこうなんかどういう思いでそういう研究をしているのかだったりとかを話すといいかなっていうのは思っていて、はい、私が就活してて面白いなと思ったのは、私の研究室の先輩が自分の親に話して分かるように、うん、そう研究の内容とか自己 PR とかっていうのをするって言っていて、うん、はい、結構その分かりやすさってそこぐらいまで噛み砕けたら、うん、多分人事さんにも伝わるんじゃないかなと思ってます。全く知らない人に説明できるようにするっていう。そうですですね、これは最後に僕からの質問なんですけど、ポルさんが運営されているラボベース
っていうのはどういったサービスなんですかね。そうですね、あのまさに研究忙しくてなかなか就活できないのに経学生さんのためのサービスですね、うん、であのまあどういったサービスかというと、理系学生さんが自分の研究内容とか、まあ、スキルとか、あとはこういう企業で働いてみたいとか、こういう就活のお誘いを待ってますみたいなものをプロフィールに書いておくと、はい、でそうするとそれをあこの人いいなと思ってくれた企業さんからそのスカウトが届くっていうようなサービス、逆求人型のサービスなんですね。なので、あの、まあ、一社一社こうイエス書いたりとか、はい、あのいかしなくても、あの、まあ、自分そこにプロフィール書いておくだけで、まあ、そこに興味を持った、その研究うちで活かせるよとか、うん、そのスキルうちで活かせるよとか、はい、っていうようなあの企業さんからこうスカウトが届くと、で、まあ、大体その、まあ、一般的な会社説明会来てくださいっていうよりは、はい、あのまあ、1対1でお話ししませんかだったりとか、 うん、あとはうちでインターンしませんかみたいな、はい、そういったお誘いが多いですね、はい、なので、あの比較的こう会社説明会とか合説明会とかに比べると、まあ、その会社のことも深く知ることができますし、うん、あとは何よりその、まあ、その分なんていうんですかね、選考のステップも比較的早めというか、うん、あの、まあ、多少効率的に、あの、あった後もですね、多少効率的に、あの、就活できるんじゃないかなと。確かにそうですね。そう、単純な疑問なんですけど、とは言ってもこういうオファーが来る学生っていうのは東大とか京大とかいわゆる上位校の学生が多いイメージがあるんですけども、実際のところどうなんですかね。あ、これはなんか本音で大丈夫なんですけど、はい、まあ結構僕もそうなるかなっていうふうにサービス作った時とか思ってたんですけど、はい、案外そうでもなくて。本当ですか。はい、結構スカウトもらってる方 の、 あの、まあ、所属大学とかでも、はい、あのやっぱりこう地方の方とか実は何人上位にいたりとか、はい、っていうので、本当にこうなんかもらってる通数順とかでも別に大学別あの偏差値ランキングとかそういうのに沿ってるわけでは全然ないですね、うん、でやっぱりこう学生さんの中でも、あの自分の研究をしっかりこうプロフィールに魂込めて書いてる方とか、はい、どれだけこう使い倒してるかみたいなところで、うん、の方がその使うともらえる通数とかね、結構影響してるんですね。あ、そうなんですね、うん、なんで、まあ、うちとかだとそのサービス、そのスカウトを企業さんが送るにしても、はい、あのなんかいやーってこう全員に送るみたいな、いや、そのイメージがあります。なんかめちゃくちゃメールが来るみたいなとかはできないようにしてるんですよね。そうじゃなくて、あの、まあ、スカウトも送れる通数をこう制限したりとか、あの企業さんも本当に一人一人、あ、この人めっちゃいいなっていうプロフィール見た上でメッセージをカスタマイズして書いて送るの でそういった意味では、あの、まあ、なんですかね、こうスカウトの量がめちゃめちゃもうむやみやたらに届くっていうわけではなく、本当に、まあ、企業さん本気なオファーが届くっていうのが、まあ、一個。そうなんですね、うん、なんで行ってみてなんか全然実は全然興味なかったですみたいな感じだったら時間無駄じゃないですか。そうですね、じゃなくて行って本気で考えてくれてる、自分のことを考えてくれてる企業さんに効率的に会えるっていう形ですね、うん、厳選されたオファーが来るっていうところと、そうです、ね、実際高学歴じゃなくてもオファーが来る可能性は全然あるっていう、そうですね、ことを信じても大丈夫なんでしょうか。信じて大丈夫です。ありがとうございます。わかりました。で、今回なんですけど、ポルさんの、オフィスを取らせていただいたんですけど、実際になんていうか、簡単にログインとか登録ができるっていうことで、そうですね、下の概要欄に貼ってあるので、よかったら、理系学生の皆さんは登録してみてください。はい、ということで今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。